金正恩総書記の最も有力な後継者とされる娘の新たなファッションがある憶測を呼んでいます。これは朝鮮中央テレビが今月15日に公開した最新の映像です。そこで注目を集めたのは金正恩総書記とともに新たな市街地の竣工式に参加したジュエ氏とみられる娘の装いでした。顔を近づけ金総書記の話に耳を傾けるジュエ氏が着るのは濃紺のブラウス。風にひらめく袖部分を見ると二の腕のあたりが透けているシースルーであることがわかります。髪をしっかり整えシースルーファッションに身を包むジュエ氏。年齢は11歳か12歳とされています。同年代の北朝鮮市民がシンプルなシャツにネクタイ姿であることと比較すれば違いは一目瞭然です。ジュエ氏の今風な装いについて韓国メディアは次のように論評しました。若い女の子が金正恩の娘のジュエシースルールックに北朝鮮が衝撃。そんなジュエ氏のファッションはこれまでも注目を集めてきました。おととし11月、公の場に初めて姿を見せた際は比較的シンプルな白のダウン姿でした。その4ヶ月後、ミサイル発射実験に現れた際は日本円で28万円ほどのクリスチャン・ディオールとみられる高級コートを着て話題に。去年11月の空軍視察時にはまるで父金総書記とのペアルックのようなド派手な革のコートとサングラス姿が目を引きました。専門家はジュエ氏は特別な存在であることをファッションを通じて当局が再三にわたりアピールしているとした上で北朝鮮市民の複雑な思いをこう推測します。批判的な気持ちを胸の内に秘めていたりというそういう方も中にはいたりする。それはいるかもしれないですね。いるかもしれないですけれども、それを公然と批判するということはほぼできないと思います。肌の露出を含め一般市民の服装については保守的な考えを浸透させている北朝鮮。最近北朝鮮内で放送されたイギリスの演芸番組では、出演者が履いていたジーンズにまでなぜかぼかしを入れて放送する場面が。これは欧米や韓国などいわゆる西側のファッションを真似ることを禁じる狙いがあったとみられています。一般市民の服装が厳しくチェックされる一方、ジュエ氏が今回お披露目したシースルーファッションはこれまでの当局の方針とは相反すると言えるもの。北朝鮮の市民の間に反感が起きかねない中、当局にも変化が見えていると専門家は指摘します。TikTok なんかで見られるようなミュージックビデオの表現ですとか、そういった部分ではある種韓流の手法を取り入れて、若者たちの心支持をつなぎ止めようという工夫を凝らしています。